構神谷病院なくなってすっきりしたね。神谷病院ってじいさんのを辞めて向こう線路向こうに息子のがあるんでしょ。うん、結構立派な、それでもう親父引退しちゃったんだよ。大西の家を通り過ぎた。浅野さんって生きてるんですかね。浅野さんが、いや、